毎度フォトグラファーの本田圭太です。今回の動画なんですけども、こちらのレンズについてねお話ししてみたいなと思います。ではスタート。改めまして、フォトグラファーの本田圭太です。今回の動画ですね、こちらのレンズについてお話ししてみたいなと思います。こちらキヤノンの EF16mm から 35mm の F2.8 の、3型となっております。まあ、いわゆる第三元レンズと言われるね、キヤノンのズームレンズの一本となっております。まあ、その中でも超広角と言われるですね、画角の、レンズとなっております。まずね、まあ、焦点距離が、まあ、16mm から 35mm という感じとなっております。まあ、標準レンズが、50mm から、標準レンズですね。まあ、一般的には 50mm とか、あとはまあ、人によってはね、35mm が標準と言われるね、方もいらっしゃるんですけれども、まあ、こういったまあ、標準の画角ですね。まあ、焦点距離から、まあ、16mm というね、超広角の画角まで撮れてね、結構ね、万能のレンズとなっております。まあ、広いね、風景写真であったりとか、室内とかのね、撮影とかでね、ガンガン使えるような、レンズとなっております。で、まあ、絞りが、F2.8 の投資ということでね、まあ、明るいレンズとなっております。まあ、ズームレンズの中ではかなり明るいレンズとなっております。で、まあ、こちら3型ということで、まあ、1型、2型を経てね、今この3型っていうのが現役となっております。まあ、発売は2016年ぐらいだったと思うんですけども、僕はまあ、この16、35のこの3型買ったのが、まあ、ちょうど発売日ともう本当にもう近い感じで、まあ、すぐに発売して買った感じなんで、まあ、だいたい5年ぐらいの付き合いになるレンズとなっております。正直ね、まだ、まあ、購入して、まあ一回 CPS にこうメンテナンスとかは持っていきましたけども、まあ不具合なく全然ね、ノントラブルで使えてるレンズになってます。で、まあこのね、16-35mm の、こちらの画角についてなんですけども、まあ16-35というとね、まあフルサイズセンサーに使うともう結構ね、めちゃくちゃワイドに撮れるようなねレンズとなっております。まあ僕はどういう時にまあこのレンズを使うかっていうと、まあこれね、広告の案件とかだったら、まあ室内、例えばですけど、お店の中の内装を撮ったりとか、あとまあ外観撮ったりとかっていう時にね結構使います。まあ 16mm も使えますし、よく使うのがその中でも僕は20mm とか、あとは 28mm っていうのがね結構このレンズで使えます。あとこちらのまあね、まあ絞りは F2.8 ということなんですけども、開放からねもう素晴らしい解像度が出てくれるので、まあ 2.8 から使ったりとか、あんまり僕も開放からは使わず、まあ F3.5 とかそのあたりから結構使うような感じのレンズになっております。あとはもうなんといってもオートフォーカスももう素晴らしくて、もうめちゃくちゃ入るし、精度もねめちゃくちゃいいレンズとなっております。あとね、こちらが16-35mm の F2.8 の3型って、冒頭にもお伝えしてたと思うんですけども、こちら3型ってなってるので、まあ一段ね、もちろん新しいレンズになってるんですけども、結構ね、2型と3型のもう劇的な違いというか、そこがですね、写真がまああったとして、結構ね、広角レンズってここの四隅のパースが結構強くついて、画質がね結構劣化してるケースが結構多いんですけども、画面のねキワキワいっぱいまでね素晴らしい解像度になっているのが、3型になってます。2型までが正直ここのね画面いっぱいのこの四隅の部分がね結構解像度が落ちているようなね感じになってたので、僕ね、まあキヤノンの、ずっとカメラを使ってるんですけれども、16-35mmっていうのが実はこれがね、1本目のレンズになってるんですね。まあずっとねそのまま、2型、16-35mmの F2.8 のね2型が結構やっぱり周りの周辺の解像度が落ちるってことで結構購入ちょっと控えてたんですけれども、3型が出たタイミングでね、あーもうこれ来たなって感じでもうすぐ買いました。で、その早速ね、その画質のその四隅の解像度もね改善されているということでね、実際試してみたんですけど、もうね本当に最高で、もうねキワキワまでねめちゃくちゃいい解像度で出てくれるレンズになっております。あと重たさもこれがね 790g とね、まあ 800g を切ってるので、ね、まあ第三元レンズのもう一本の2470ですね、こちらは F2.8、 こちらが2型になってるんですけども、まあ大きさ比較してもほとんどあんまり変わりない感じですかね。ちょっと外観に関してはこんな感じですね。外観がこんな感じになってます。結構もうシンプルですよね。
感じです。ぐーっと、まあ、こんな感じで、フィルター径がこちらが、何メートルだったかな、82ミリ径になりますかね。で、まあ、後ろはこんな感じと、まあまあ、EF のね、普通のレンズになってますね。で、まあ、まあ、ボタンに関してはもう、ここの、オートフォーカスか、マニュアルフォーカスの切り替えしかついてないので、まあ、手ブレ補正がね、この、レンズついてないんですけどね。まあ、まあ、超広角のレンズになるので、まあ、手ブレ補正が必要なシーンっていうのが、正直僕的にはないので、全然、手ブレ補正の、まあ、いわゆる型番で言うと、IS っていうね、あ、まあ、イメージスタビライザーがついてなくても、全然、まあ、僕は全然問題なく使ってる感じですね。まあ、先ほどこちら、まあ使う使用頻度としては、まあ、外観とかね、内観とか撮るっていうお話もしたんですけども、僕は今メインはね、結婚式の写真とか撮ってるので、まあ、チャペル の, 退場のシーンであったりとか、まあまあ、チャペルをね、前傾でパーッとこう大きく見せたい時とかは結構使ってるレンズですね。まあ結婚式でも使えますし、まあ、広告の撮影でも使うような感じですね。あと、まあ、プライベートでも、ね、風景とか撮るのも好きなので、まあ、16mm とかね、結構使うような感じにしております。まあね、あと、色のりも、もうキャノンらしい、もう、パキッとした感じというか、まあ、発色もすごい綺麗に出ますし、もうね、本当にもう解像度はもう間違いなくめちゃくちゃいいレンズになってます。まあね、それ分、価格もいいお値段にはなってるんですけども、ね、このレンズも本当にもう、僕ももう、なんていうかね、レンズバッグにも欠かせない、欠かせず入ってるようなね、感じのレンズになっております。まあ僕がね、結構使うの、結構 28mm 付近が多いんですよね。まあズームでね、くるくる回すと、これで。で、28mm が非常に僕は結構使う焦点距離なんですよね。だから自分に結構しっくりきる焦点距離と、焦点距離というか、まあここがね、結構スッとはめられるところなので、結構 28mm の、もちろんね、解像度も素晴らしいですし、で、あとはまあ僕、先ほど見ました、20mm とかもね、結構使う、僕も結構使うので、20、28、あとはまあ場所によってはね、16とか使える感じですね。まあこの 16mm とか、まあ超広角のね、使う時のまあ注意点なんですけども、まあ画面がこうあった時に、まあね、このパースが結構つくので、レンズのパースですね、まあ四隅に、結構引っ張られるので、まあ、例えば、人物とか撮る時とかに、ここら辺とかにね、お顔とか持ってくると、顔がぐにゃーとか曲がったりとかするので、基本的には人物撮るときとかは、まあ、お顔入るときとかは、まあ、真ん中付近とかはね、使うと、結構、広角のね、いいところが使えるかなと思います。あとはね、よくある技法ですけれども、まあ、35mm とか使ったりとかして、まあ、ね、女性の全身ショットとか撮るときとかは、あえてね、そのパースを使って、まあ、縦フレーミングとかで使ったときに、まあ、パースを使ってね、レンズのパースを使って、そういった曲がりを利用してですね、あ、曲がりというか、まあ、歪みっていうんですかね。まあ、利用して、まあ、足をちょっと長く見せたりとかっていうね、ちょっとした技とかも使えるので、まあ、広角レンズもね、まあ、風景とかっていう印象が結構強いかなと思うんですけど、結構ね、ポートレートというか、まあ、人物撮影でも結構使えます。僕も結構、なんですかね、結婚式の前撮りとかでもね、結構ガンガン使うレンズになってるので、で結構ね、実際使ってみると結構面白いレンズになっております。結構まあ、うちのね、子供とかも撮ったりとかしますし、本当にもうオートフォーカスもめっちゃ早いですし、ただまあ、広角レンズなので、まあ、手ブレの心配が正直そこまで、いらないので、まあ、全然、攻めたシャッタースピードでも全然、ぶらさず撮れたりするので、本当にね、このレンズはもうめちゃくちゃいいです。もう、褒めまくってますけども。結構ね、僕は本当に好きなレンズになっております。使用頻度はね、やっぱりこちらの2470とかの方がどうしても画角的に使いやすいので、これがやっぱり僕も、まあ、ね、以前の動画でもお伝えしますけども、やっぱり8割、9割はこの2470でほとんど案件こなしてるような感じになります。で、まあ、どうしても足りない時とかはね、この1635とかを使ったりとかして、あとはまあ、望遠は、まあ、こちらでね、まあ、さっきのね、望遠は、こちらの2470、ごめんなさい、望遠はこういった白レンズですね。70-200を使うような感じですね。まあ、正直僕はこの第三元レンズと言われるね、この70-200と、あとは、こちらの2470。そして、今回の動画で紹介した1635というね、この3本をまあメインで使ってるような感じになります。まあ正直ね、この3本があればもう仕事はガンガンこなせるので、もうね、僕はあんま単玉使わずにズームでね、でね、こなしちゃうんですけども、ね、もちろん一本一本のクオリティもそうなんですけれども、まあ割と結構スピードが求められるような現場が割と多いので、まあズームもね、結構愛用してます。何気にありがたいのがね、これフードにね、このロック機能がついてるんですよ。こういった感じで。これでね、ロックがついてるんで、
これ結構便利だなって思ってますね。まあ70-200もね、2470もついてるんですけど、これ結構ね僕気に入ってるポイントですね。あとこちらの2470と、まあ同じフィルター系なので、まあこういったね1635と、あ、今回ね動画の1635と、まあ2470、こちらがフィルター系が同じなので、例えば PL フィルターとか ND フィルターとかのね、あのまあ表につける、まあ外部のね、まあ、フィルターですよね。ND とか、あの PL とかも、あの、一緒に使えるので、まあ、こちらの 82mm 系のね、ものを揃えておければ結構使えるので、まあそういった意味でもね、まあ、まあなんですね、まあちょっとね、高額なレンズにはなりますけれども、まあ2本揃えておいても、全然僕はいいかなと思います。とはいってもね、やっぱり2470とねこの1635、割とね高価なレンズになっているので、なかなか2本揃えるのも難しいかなと思うんですけども、まあ、2本揃っておくと、まあ、フィルターのね、互換性もあるので、まあ、82mm 系というところで、まあ、ちょっとねフィルターも高額にはなるんですけども、まあね、あの揃えておけばお互いね、フィルター交換して使うこともできるので、まあそういったところでも、僕もレンズバッグの中ではね、まあ PL とか ND とかも使うことがあるので、まあその中でね、レンズバッグに入れといて、結構そこがね、この2本、僕気に入ってるところでもありますね。同じフィルターを使えるというところがね、気に入っております。たくさんね、レンズのお話しさせてもらいましたけれども、なんといってもね、作例見ないとわかんないと思うので、よかったらね、今回の動画、ラストに、スライドショーの方ですね、入れさせていただきますので、よかったら私が撮った写真なんですけれども、見てもらえばいいかなと思いますので、ぜひね、最後までご観覧ください。ではね、私のチャンネルなんですけれども、こういったね、カメラの話とか、まあ、バイクとかも大好きなので、まあ、バイクの動画とかね、撮ってるような感じになっております。また今後ね、こんな動画撮ってほしいとか、こんな話聞きたいとかあればね、ぜひコメント欄ご活用ください。できる限りね、返信させていただきますので、よろしくお願いいたします。あと、SNS もやっておりまして、Instagram、Twitter とか、Facebook とかやってますので、ぜひね、概要欄入れておりますので、ぜひ、よかったら、ご覧いただいて、いいなと思ったらね、フォローしていただければ幸いです。では、皆さん、良いフォトライフをお過ごしください。フォトグラファーの本田圭太でした。じゃあね、バイバイ。